ヨルンボルグの顔は突面に見えるが、実は凹面である。フォローマスク作詞とは、凹面の顔が、通常の突面の顔として認識される作詞の一つで、ある。イギリスの心理学者、リチャード・グレゴリーによれば、多面の顔を、通常の突面の顔として認識する、強力な視覚バイアスは、視覚がトップダウン型の知識に依存している証拠であると、考えられる。多面の顔を見ると、 キノコのようなバイアスは陰影などの奥行き手がかりを打ち消すほどに非常に強力である。通常は両目による立体的な視覚情報が多義的に認識可能な立体を正確に認識する際に利用されている。凹面の顔を下からの照明で照らすことにより陰影の手がかりを反転させることができ、作詞現象を補強することができる。ポスターなどに描かれた平面の顔は それを移動しながら見ている者からは、ポスターの人物がこちらを見続けているかのように感じられる。首振りドラゴンは、ホローマスク作詞の有名な例である。このペーパークラフトのドラゴンを片目で見ると、観察者がどちらに動いてもドラゴンの視線が追いかけてくるように見える。陰影などの凹凸を認識する手がかりは、実際の顔が多面であることを認識するには、不十分な場合があり、 この作詞がいかに強力であるかを実感できる。同じ原理を利用したものが、ディズニーランドのホーンテッドマンションに設置されている。ペーパードラゴンイリュージョン YouTube を参照。ありがとうございます。